はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ボルダリングウォールの作り方で、仮設のこうイベントウォールの作り方をお伝えしてまいります。以前ね、ボルダリングジム経営しておりまして、仮設でね、こういうイベント、例えば駅前とかに建てるとかね、駅前のなんか、駅ビルの商業施設のなんかところに建てるとか、あとどうかな、祭りですね、お祭りとか、あとはなんかフリーマーケット、あとなんかこうスポーツの大会、まあなんかそういうので、呼ばれてイベントウォールを建てるっていうのが、まあ10回ちょいぐらいあったかな。なんかそういうので1日とか、少ない時は1日とかですね、土日で2日間とか、あと長い駅前のやつとか1ヶ月とかありましたね。1ヶ月なんか建てるとかっていうのがありました。で、そういうねイベントの、ウォールというのも、作ることができます。で、何を元にして作るかというと、現場工事用の、まずね、現場工事用の仮設のね、ものっていうのを貸してくれるんですよ。仮設ね、部材っていうのが、売ってるんじゃなくて貸してくれるんですね。で、それがあって、大体ね、業者名はまあ丸々仮設とか言ってとか。あと、まるまるレンタルとかってあるかな。うちはなんとか仮設っていうところで借りてました。で、こういうね、工事のこう、単管パイプとか、ね、単管パイプ。鉄パイプですね。とか、あとローリングタワーっていうんですけど、こういうね、エッジの形をしていて、こんな感じの形で、で片っぽをねこう、開いてて、ここに2段ぐらいあれがあるのかな。でこれが鉄のパイプになってて、これを組み合わせるとなんかこれが2つあって、でここになんか渡すこうなんか波板みたいなやつが、道板かみたいなのがあって、でこれ組み合わせるとこう、この上に乗れるとかっていうやつがあるんですね。これまあ大体バツの字のやつが入るんですけどね。こう下にこう車輪が入ったりもできるタイプがあるんです。通常こう仮設ウォールで車輪は立てないかな。ローリングタワーと言います。通常ね、このローリングタワーを何機か借りてくればいいんですね。で、この一つの部材に関して、うちの地区では、この×の字だったら×の字の部材が1日、何百円と。例えば200円とか、そんな感じなんですよね。で、結構な分量があるんで、何千円とかっていうふうになります。で、ローリングタワーのその企画に関してはね、種々あるので、このね仮設屋さんにね電話して聞くしかないです。であともう一つはこういうやつじゃなくて、なんかねこう線があるんですけど、こっちにこうなんかな、差し込むなんかコネクターみたいなやつがいろんなところについてて、ここになんかな、こういうなんかな鉄パイプなんですけど、ここでハンマーでくさびをここにカチンって打つと、これはまるんですよ。はまって、で、隣のまたこの柱と入れていって、で、どんどんこう積み上げていくっていう。なんだっけ？ビケ柱？ピケ？ちょっとごめん。調べないとわかんないけど。ピケ？ビケ？なんか、そういう。これはあんまりうちは使ったことないのですいません。うちこれだったんですよ。ローリングタワーのね、こういうタイプだったんで、
でこのね後ろのねこの鉄の部分をわーっと組み合わせて、これがね 3.6 メートルぐらいになったかな、うちの場合は 3.6 メートルぐらいにこういろいろこう柱をこう組み合わせて作っていくんですね。こう柱を組み合わせながらこう作っていって、下手くそですいません、なんかこう作っていく。で要はね裏にこう重量物を置いてしまって、どうしてもグラグラするときは砂を置いたり水の入ったポリ容器みたいなやつを置いたりもしましたね。ね。で、ここに重量物を置いて、あとはこう表面に板を貼り付けるんですよね。貼り付けたらこっち側が登れますよと。横から見るとなんかこう板があって、でここに重量物の仮設のやつが入ってくるとね。でここでそれだけでも足りなければ、でここは板ですね。下手くそですいません。板があって、パネルですね。でここにホールドがついて、でマットはこうあの携帯用のマットとかでもいいかもしれないですね。結構大きい会場だとあのマットの中のウレタンも持っていって、貼ったりもしましたけどね、はい。でここでここに人がこう登るみたいな感じのこともできました。で、そういうことですね。でまあね、要はね、大体ねこの重量物に関してはお近くのなんとか仮設っていうところにお願いしたらいいと思います。あとね配達もねしてくれるんですけど、配達ね、でこれがねトラックバカでかすぎるんですよね。配達ね、トラックがね大体10トン車とか8トン車とかなんかそういうのでやる場合が多いのかな。8から10トンとかなんかすんごいでかいトラックでうちのところやるので、それ1回動かしてもらうだけでなんか2万円ぐらい取られたりするんですよ。なのでちょっとでかすぎてその場所に現場に入んなかったりとかね、そういうこともありますから、まあその辺もよく聞いてやられるといいと思います。でうちの場合はね、あのパネルがね、パネルをこの何かな、コンパネでパーッと穴を開けてある、30何個穴が開いてるやつを、10枚持ってたかな。うん、2セット持ってたんで多分10枚ぐらいあったと思います。であとそれを接続する金具類ですね、ラッパ、とあとは単管、単管も借りちゃえばいいと思うんですけどね、うちはもうちょっと持ってたんですね。これがね2メートル半ぐらいだったかな。これがね多分ね10本20本、あ、なんかそれぐらいいるんです。で、であとはまあ2×4 材が入りましたね、うちの場合ね、が、確かこれも10本ぐらい、これが長さが 1.8 メートルぐらいのやつが10本ぐらい、長さがまあその倍の 3. 点何メートルとかあるともうちょっと少なくていいんですけどね。うん、であとまあホールドマットとという感じかな。はい、まあ素人さんで仮設のこれ組み立てるのは危ないかもしれないので、この部分まあ現場の人立ててって言ったらいくらかでねやってくれます。むっちゃ早いです。うちらなんかよりも断然早いですね。もう毎日やってるから筋肉隆々のね、方がバンバンバンって立ててくれますよ。はい、であとはこの、パネルをね、まず、ベースになるようにこう単管でこうこれとこのグラグラしちゃうんで、まず単管でこのそれぞれを結びつけてから、その上に 2×4 材のラッパクランプ付きのやつを入れて、で
それで、その上にこうこのパネルを貼っていくっていう形になります。はい、まあ大体ね、1回やると8万とかな、それぐらいかな、相場的には。実際かかるのはその半分ぐらいだと思うんですけど、まあ、取るのは8万から10万ぐらいは取ってたかな、うん、そんな感じですね。はい、で基本はね、この重量物が起きさえすれば、平らな面がね、で大体、何メートル四方かな、5メートルかけ5メートルぐらいあれば、大体どこでも、行けます。ただ天井がね、やっぱね、あるとやりづらいので、天井のところですね。うん。まあ、なんか、そうですね。天井がまあ低すぎるとやりづらくて、まあ、逆に天井なくて雨ざらしとかでも晴れてれば結構快適にできます。まあ、できればね、こう、だから仮設でも屋根があるとね、雨の日でもこうイベントできるんでいいかなとは思うんですけども、まあまあそういうので、やることができますので、まあ、ちょっと私これ、もう日本の、端っこに住んでるんで、なかなかね、全国回れないんですけど、まあまあ、知ってみたいという方がいらっしゃったら、やってみてください。そういうのを受け負ってるね、多分ボルダリングジムの業者さんとかもね、いらっしゃると思うので、はい、まずやられたらいいんじゃないかなと思います。そういうお話でございました。